やっと帰ってこられた。それにしてもいい天気ね。さっきまでの雨が嘘みたい。うむ、気持ちがいいな。お腹も空いてきたし、一休みしよう。白霊の巫女ともあろう者が無断で神社を留守にするなんて感心しませんね。せめて戸締まりくらいはしっかりなさい。うわ、嫌な奴に見つかったわ。まあ、お説教なら後にしてよ。面倒に巻き込まれて疲れてるんだからさ。どういうことですか？降臨堂でね、いろいろとあったのよ。凛之助さんが玉を見せてくれないから無理やり触ろうとしたんだけど、触った瞬間ピカッと光って凛之助さんがおかしくなっちゃったの。おかしくなった凛之助さんをボコボコにしようとしたら、逆に私がボコボコにされて、手ぶらになった挙句息も絶え絶えでご帰還みたいな。何が何だかさっぱりわかりませんが、何らかの異変が起きたということと、あなたがボコボコにされて逃げ帰ってきたということは分かりました。もう少し情報が欲しいところですが、異変ということなら悠長にはしていられませんね。レム、あなたはすぐに異変調査の準備をしてください。私はその間にできるだけ情報を集めておきましょう。え？今から？今日はもう遅いし、明日から本気を出すってことで。またそんな人間のクズみたいなことを言って。人間のクズって？まったく仕方がありませんね。明日になったらちゃんと本気を出すんですよ。わかってるわよ。白霊の巫女に二言はないわ。レーム？レーム？なあ、無理。起きなさい、レーム。もう朝ですよ。おはよう。ゆっくり休めましたか？ほら、着替えです。それと、朝ごはんも用意しましたよ。あと5分。今日から本気を出すんでしょ？いいから起きなさい。わかった、わかったわよ。まったく強引なんだから。それでは早速ですが本題に入りましょう。あ、今日の朝ごはんはおはぎか。いただきます。今回の件について私の方でもいろいろと調べてみました。ん？それで？あなたが言っていた通り大変なことになっているみたいですね。降臨堂があったと思われる場所には巨大な塔が立っていました。私は降臨堂を見たことがありませんが、知っている人に聞いてみたところ、どっからどう見てもこれは降臨堂じゃないぜ。改装？いやー、さすがの降臨もこんな趣味の悪い改装はしないだろ、とのことでした。何らかの異変が起きているのは間違いないでしょうね。あ
あんたって何でも知ってそうだけど、降臨堂は見たことがなかったのね。さすがの私も何でも知りませんよ。知っていることだけです。あなたが思っているほど私は世俗に詳しくないんですよ。確かにそういうことには興味なさそうだしね。いえ、そんなことはありません。楽しそうなことや楽しそうな場所にはそれなりに興味があります。ふん、それで他に分かったことはないの？今のところ今回の異変との関係は不明ですが、塔の周りにだけ相当な量の雨が降り続いているみたいです。また地獄の奴らの仕業じゃないの？壁抜けの仙人を殺すために似たようなことをしてたじゃない。私もそう思って死神に確認してみましたが、どうやら違うみたいです。なんだか気味が悪いわね。それだけじゃありません。昨日を境に幻想郷の人口が大幅に増加しているようなのです。そういえば凛之助さんが言っていたわね。幻想郷の住人を複製するとかなんとか。複製、なるほど。同じ顔をした住人が何人もいたのはそういう理由からでしたか。話しかけてみたところ、問答無用で襲いかかってきたのでおかしいとは思っていたんですよ。昨日は疲れていて気にも留めなかったけど、帰り道で襲いかかってきた連中も複製された住人だったのかもしれないわね。思わず全力で撃退してしまったので、その後それぞれの自宅へ謝罪しに行ったのですが、誰のところへ行っても口を揃えて全く心当たりがないと言うんですよ。本人たちの体にも特に異常はないようでしたし、まさに狐につままれたような気分でした。知らない間に自分のそっくりさんが暴れているなんて迷惑な話ね。苦戦隊は話しかけても返事をせず、いきなり襲いかかってくるようです。見分けることはさほど難しくないでしょう。確かに昨日襲いかかってきた連中もそんな感じだったわ。それと不幸中の幸いと言っていいのでしょうか、人里方面に九段の複製隊は出現していませんでした。今はまだってことでしょ。これ以上被害が拡大する前に何とかしないとね。はい。それと、まだあるの？幻想郷全土で謎の地殻変動が頻発しているようです。私も何度かこの辺りを探索してみましたが、その度に地形が変化していました。今までの土地勘は全くと言っていいほど当てになりません。注意した方がいいでしょう。異変が解決するまで神社に引きこもっていたい気分だわ。何を言っているのです。自分の本業を忘れたのですか？いや、私の本業は白霊神社の巫女であって異変解決屋じゃないんだけど。あら、そうなのですか？私はてっきり。そんなことより、分かったことはこれで全部なの？いえ、最後に一つ。私は情報を集めるために幻想郷のあらゆる場所を回ってきたわけですが、行く先々で様々な道具が落ちているのを見つけました。おそらくは幻想郷の住人たちと同じく複製された道具だったのだと思います。なんでそう思うの？誰かの落とし物かもしれないじゃない。最初は私もそう思いましたが、
私の持ち物やこの世に一つしか存在しないはずの道具も大量に落ちていましたからね。複製されたとしか考えられないわけか。ちなみにあなたがさっき食べたおはぎも外で拾ってきたものですよ。え？冗談です。あれはちゃんと人里で買ってきたものですから安心してください。朝っぱらから笑えない冗談はやめてよね。では話を戻しましょう。降臨堂のあった場所に出現した塔と塔の周りにだけ降り続けている雨、そして幻想郷の住人や道具の複製体と幻想郷全土で起きている謎の地殻変動、解決しなければならない問題が山積みだということはよくわかったわ。それが全て凛之助さんの手によって引き起こされたということもね。正直降臨堂の店主にそのような真似ができるとは思えないのですが、今の凛之助さんは普通じゃないわ。まるで何かに操られているみたいだった。強さも尋常じゃなかったし、何ができても不思議じゃないわ。確かにそれは気になりますね。今なら自分の望みを何でも叶えられそうとか言っていたけど、今起きている異変がその望みってやつなのかしら。そう判断したいところですが、今のままでは情報が少なすぎます。まずは例の塔を調査してみる必要があるでしょうね。はあ、やっぱりそうなるわよね。大丈夫、案ずるよりうむがやすしですよ。ひと事だと思って気楽に言ってくれるわよね。期待していますよ。あんたは手を貸してくれないの？私は他にも調べたいことがあるので別行動を取ります。レームはいつも通り短期無双するといいわ。なんか丸投げされた気がするわね。その代わりといってはなんですが、神社の境内に道場を設けておきましたよ。神社の境内っていつの間に？動物たちが一晩でやってくれました。異変調査に役立つテクニックを学んだり、厳しい訓練によって己の腕を磨くこともできますよ。検討しておきます。ではそろそろ行きましょうか。はーい。おい、ちょっと待て。お主、我のことを完全に忘れているだろう。うわ、もしかして昨日からずっとここに？あはは、いや、ちゃんと覚えてたわよ。覚えていたくせに翌日まで放置とは、この人手がしめ。甘い。はい。その程度の覚悟で一流の仙人に修行してもらおうなんて、考えが甘すぎる。本当にやる気があるのなら何日でも何年でもここで石のように待ち続けなさい。それも修行であり、一流の仙人になるためには必要なことよ。確かに。お主に言われるまでそんなことにも気づかんとは。こんなことだから我はいつまでも下等な仙人のままなのだ。うんうん、分かればいいのよ。あら、レーム、あなたはいつから一
人にお説教ができるほど偉くなったのですか？お主は？はじめまして。私は仙人の茨香仙というものです。あなたは？これはこれは、挨拶が遅くなりました。我は物の部の布と、1400年の時を経て現世に復活した司会仙です。なるほど、あなたも仙人なのですね。しかし我はまだまだ半人前なのです。一流の仙人になるためにこの神社を訪れました。どうかこの我に修行をつけていただきたい。私もまだまだ修行中の身です。他人を指導できるような立場ではありません。いや、これまでの物腰や言動、そしてただならぬ気、あなたはきっと一流の仙人に違いない。いえ、決してそのようなことは。少なくとも我よりは立派な仙人様だ。どうかこの哀れな司会仙を導いてほしい。こんな風にお願いされたら断るのも気が引けますね。それではまずは小手調べです。あなたの実力を見極めさせてもらいます。霊夢と協力して今起きている異変を解決してきてください。ちょっと待った、私はこんな奴と協力する気はないわよ。どうせ足を引っ張るに決まってるし。ですが、彼女と行動することはあなたのためにもなると思いますよ。そうは思えないけどね。ほら、情けは人のためならずって言うじゃありませんか。このような行いもやがては良い報いとなって自身に戻ってくるはずです。なんだかすごく面倒なことを押し付けられている気がするんだけど。うはうはがっぽり。仕方がないわね。そこまで言うならあんたと協力してあげるわよ。さすがは白霊の巫女、器の大きさが違うな。共に異変を解決しようではないか。たく、邪魔だけはしないでよね。おっと、そうだ、しばらく厄介になるのだから宿代としてお主にこれを貸してやろう。宿代？金目のもの？どうしてすぐそういう発想になるのだ。金目のものではないが、なかなか役に立つものだぞ。同じ種類の材料を組み合わせることで、その材料を強化することができる大発明。その名も、かわしろ。あれ？かわしろ、かわしろ、せいせい装置？略して、ニトフュージョン！なんと素っ気ない反応だ。だって、金目のものじゃないし。何よこれ、泥が詰まっててボタンが押せないじゃない。なんだと？そんなはずは。本当だな。昨日沼で溺れた時に泥水で壊れてしまったのかもしれん。あんたもそいつもポンコツなのね。さあ存分に役立てるがよい。
壊れているのにどうやって使えっていうのよ。言っておくが、貸してやるだけだからな。間違っても売ったり捨てたりするでないぞ。はいはい、使いもしない大層なガラクタをどうもありがとうございました。